どうも皆様、ファコンコンヤマトミツキです。さあ、今回から新しい実況を始めていこうと思います。栄冠ナインパワープロ2023でやっていこうと思いますですね。今回どういうコンセプトでいこうかと思ったんですけども、前回でもないな、6年ぐらい前にね、春林高校で栄冠ナインをやったんですけども、今回はちょっとね、いろんなこう二次元のキャラでやっていこうかなと思っております。どこで見あのね、正直めちゃめちゃ久しぶりなんですよ、栄冠ナイン。この実況でやるのはね、2回目なんで。登録設定でいいのか。あ、これだ。まず名前を見せておきたいな。はい、ヤマト第二次高校です。まあ、ヤマトというのは僕の名字なんですけども、あと音声的にね、みつきがなかったので、あ、まあこっちにしようかということで。で、第二次というのはね、アニメやゲーム、漫画など二次元のキャラであると同時に、僕のね、2回目の栄冠ナイン実況ということで、はい、やっていこうと思います。はい、そんな感じでね、この名前にいたしました。で、さっき一瞬ちらっと見せたんですけど、ユニフォームはこんな感じです。左胸にね、ちょっと自己主張の激しい美月がありますが、はい、ご了承ください。で、ヘルメットはね、やっぱりこの僕ちょっとそこのこの辺りはね、高校野球のルールにのっとりたくて紺色にしました。はい、紺かな、もうちょっとあれか、もうちょっと暗くてもいいかな。ちょっともうちょっと色変えます。はい、この色にします。ってわけで、キャラクターなんですけども、今回ちょっとね、いろいろ本当に悩んで、こう作るのに本当に1時間2時間ぐらいかけたかなっていう感じで。はい、3年生海のイルカくんです。で、舞台はね、あ、まず学校は兵庫にしました。僕バーチャル兵庫出身なので。で、まず海のイルカくん、はい、ご存知ナルトのイルカ先生ですね。今回ね、3年生はね、いろんな作品からの先生キャラにしました。なんでかっていうと、最初の3年生って正直あまり強くないというか、進める確率が低いので、 OB として活躍してもらうようにしました。はい、こちら、ちょっと再現難しかったんですけど、テイルズ・オブ・ジアビスのリグレット教官です。はい、で、こちらは、これも再現難しいんだよね、千の奇跡の、サラ・バレスタイン。こちらは、ポケモンのスカーレット・バイオレットのレフォール先生です。そう、3年をね、全部先生にして、こちらは、学園ハンサムの夏目二郎です。はい。で、これはね、甘神の高橋先生です。甘神実況もね、やってますんで見てください。で、2年生は生徒会長にしました。いろんな作品の。こちら、流星のロックマンから白金ルナです。本当にね、僕の好みの作品というか、知ってる作品になるんで、すっげえ偏ると思うんで、そこはご了承ください。こちら、ペルソナ3より、霧城満さんです。こちらも同じく、千の奇跡から、トアハーシルです。こちらは、ポケモン SV よりネモ。で、あとは、これが東京ザナドゥの、北斗美月です。はい。こちら、ウマ娘よりシンボリルドルフ。顔の再現がね、なかなか難しいんですよ。で、今回の1年生は、全員テイルズ・オブ・ベスペリアのキャラにしました。ユーリ・ローウェル、カロル・カペル、フレンシーフォー。そう、ユーリとカロルはね、ちょっと後々ね、バッテリーを組ませたいと思ってこれにしました。あとはね、なるべく性格も意識しつつ、で、ユーリはもちろん左投げ、左打ちということにします。で、内野手にジュディスがいて、外野にリタとおっさんがいます。おっさんね、ムード丸なんでね、ちょっとベンチに入れて使っていきたいんですよ。というわけでね、早速やっていく前に、ちょっと、そう、事前にね、ある程度ちょっと強くしたいと思って、買っちゃいました。良質な土を。これめっちゃ使います、今。とりあえず使います。使うしかね。はい、もう早速、ちょっとね、強くしたい。まだね、試合も全然してないし、組んでもいませんけども。これ、あれでどうやって見るんだっけな、グラウンドレベルとかって。
めちゃめちゃ久しぶりなんでね。まあ、いっか、行こう。とりあえず行きます。どうしようかな。まあ、5ですね。あ、1学期がスタート。強豪はね、結構、強豪が多いので、お、あと今回はね、隠しますとか、そういうイベントをね、ちゃんと踏んでいきたいなと思ってるんですよ。調べて踏もうと思います。お、イルカ先生いいですね。あー、踏めねえ。まあ、いっか。仕方ない。じゃあ、ちょっとどういう学校にしようとかっていうのは、まだあんまり決めてないんですよね。正直なところ。あ、ありがとう。お、やる気アップ。テンションアップは助かりますね。紅白戦でとりあえず青マス踏んでおきます。お、いいねいいね。5ですね。回復をしたい。5月になったらちょっと練習指示をしたいですね。成長。うん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 。OK、OK。とりあえず走り込みですね。何が重要かとかって試合でやっていかないと分かんないと思うんで、やっていきますか。5月じゃあちょっと一瞬カットします。はい、とりあえず G を消すことをメインにしました。弾道はね、6月に上げればいいという話を耳にしているので、それでやっていこうかなと思います。確か、最初の方に練習試合入るんでしたよね。なんか6月か5月末かぐらいになんか、そういうイメージがあるんですよ、栄冠内に。まあでも1だから黄色踏まなくていいかな。黄色はね、強化なんですよ、練習効率が。お、おっさん、いいね。今なんて言った、あ、信頼度か。 OKOK、 信頼度上がるの大事ですね。お、特訓マスがある。あれは踏みたいな。33でいけるか。いけるな、いけるな、いけるな、いけるな。よし、リグレットさん、あれ、ポジションどこだっけな。ポジション覚えなきゃいけないね。やっぱね、僕総力って大事だと思うんですよね。 OK、 踏めた。お、高橋先生誕生日。イルカ先生、ルナ、ネモ。あー、3年はまあいいとして、ルナかな。やっぱ投手力も欲しいんですよね。伸び、奪三振、奪三振厳しいけど、やってみるか。やってみよう。あー、まあまあまあ、そうだよね。そううまくはいかないよね。1と2でいくか。やったー。お、イルカ先生テンション上がる。一応今んとこのエースなんでね、テンション上がるのは助かる。あ、18。微妙だな。真ん中でいいか、これ。真ん中でいいな。真ん中行きましょう。いや、まあいっか、いいや、真ん中で。インターバル走。お、おー、飛ばしちゃった。成長具合は、はい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 、うん。やっぱり初期にちょっとこう無理やりっていうか、土で上げたのもあって、あー、めっちゃ下がる。ホームシックやめて。あれ、マイナスイベントになるんですかね。お、ありがてー。4でいくか。ちょっと何もないマスが多いの嫌だな。あ、 OKOKOK、 よしよしよし。で311でいくか。
ジローちゃん。ツル先輩、よし、ナイス。紅白戦でスカウト。6月。さあ、弾道、みんなあげます。よし。いやー、3年生はね、正直、厳しいと思ってるんで、みつる先輩、みつる先輩あげとくか。3年はね、正直、プロ入りしなくていいと思ってるんですよ。OB として、そう、先生として頑張ってもらうんで。学力を上げて、疲れを取って。お、レイブン。レイブンがいるのはレイブンだな。おっさんは、いや、持たせたいのはいぶし銀だよな。ちょっとなんか、なんとなくね、こう、知ってるキャラにするだけあって、こう、あ、でも、流し打ちいいな。流し打ちにしよう。なんか、それっぽい能力を持たせたいんですよね、やっぱり。ナイスー！おっさんいいね、おっさん。やっぱ、おっさん、強いわ。投げ込み。あー、1だからな、上がりにくい。1しかねえ。いや、もう休みでめちゃめちゃ休む。いや、いいか。OK。これで、4。あ、6月なんかあったな、そういえば。ちょっと待ってね。26から7月2日までの間に、あるんですよ。なんかイベントがあるらしいんですよ。あー、県大会。リタ16歳。そう、確かリタはちゃんと年齢に合うようになってるんですよね。これ1年だから、下だな、間違いなく下だ。これは、はい、特のは欲しい。で、休み。特訓。あ、リタだな。うん。基本的に1年優先していきましょう、これは。どうしようかな。怪我しにくさはまずいらないんですよね、栄冠ないんだと。かく乱いいな。かく乱。あー、惜しい。まあ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 、こういうこともありますよ。1しかない、本当に。ジュディ、休ませよ。多分ね、あのイベント休ませるのが一番いいと思うんですよね。よ、いや、イルカ先生めっちゃいいな。助かる。ごま、試験行くか。26からだよな。そう、調べたんですけど。成長して、イルカ先生疲れが溜まったと。よしよしよし。あ、はい。おお、会長、さすが、生徒会長。ユーリー、ちょ、ユーリー、フレ、おい、お前らおバカなのか。いや、でも、いや、シンボリルドルフは解釈違いだな。やるよ、合宿は。面白いにやります。あ、じゃあグラウンドの整備。とりあえずこれは、お、イグレット先輩いいね。よいしょ。20。そうだ、大会だな。ちょっとオーダーも決めとかなきゃいけませんね。来ます。まあ正直ね、どこでも、うわー、強い。みんな強いよ。じゃあもう右から2番目、7番、ラッキーセブン、三島木高校。勝つと次が怖いな。まあまあまあ。え、やばい、これ。青マス踏めない。
気がする。なんでこういう時に限って5ばっかなんだよ。うわぁ、もうやめてそれ。とりあえずちょっとオーダー組んできます。以上をもちまして本日の動画は終了いたしました。お帰りの際は足元にお気をつけてチャンネル登録をお願いいたします。またコメント高評価も受け付けております。本日のご視聴誠にありがとうございました。